子孫よ、我が血を継ぐ者チューリオ。その声はさっきからずっとオイラたちに話しかけてきてた人。我はそなたの遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたリト族の戦士にして風を司る賢者なり。 風を自在に操るそなたの戦いぶり、見事であった。さすがは我が子孫、リトの誇りだ。あれは村を覆った吹雪の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石がそなたの手に渡るのを防ぐことだった。魔王、秘石？そう。 そなたにとっては戸惑うことも多かろう。だからまず知ってほしいのだ、封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の使命を。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと、罪なき人々を襲い、 その国を滅ぼさんとする凶悪が現れた。それこそが魔王だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術として、あるものを我らに渡した。それが秘石、持つ者の力を倍加させる秘宝だ。我もその一人、 風の賢者として秘石を携え戦いに臨んだ。しかし奴は兄弟であった。我が翼を持って隙をつけぬ速さ、無尽蔵の魔力、ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。 それが封印戦争。我々は生き残り、そのしばらくの後、ある人物が我が元を訪れ、リト族の使命を決定づけた。6人の賢者が1人、時の賢者だ。 魔王の封印はいずれ解け復活します。その時、剣士リンクには対抗する力が必要です。どうか力を、風を司る、リト族の力を貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの宿願。 我がリトの一族は魔王復活の時、再び風の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争の全てと我が一族の使命。そなたらの活躍で リトの村は救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫チューリオ、どうかこの秘石を継承し、
我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのがオイラの使命？はあ、リンク、オイラすっごく嬉しいよ。ご先祖様から大事な使命を託してもらえて、しかもそれがリンクと一緒に戦うことだなんて。このまま放っておいたら世界は大変なことになっちゃうんでしょ。そんなことはさせない。オイラ喜んでこの秘跡を受け継ぐよ。この指輪でオイラの力はいつでもリンクと一緒だからね。よし、裏に帰って父ちゃんたちに報告だ。お、お、あ、あ、
染まりし月、大地を照らす時、魔物の魂が肉体を得て蘇る。再びこの地を席巻する。ああ。
Thank you.
Thank you.